画から学ぶ写真の見方、撮り方。この動画は名画、写真が好きな方に向けた動画です。この動画の中では名画で使われている技術の紹介、そして写真への応用例の紹介をしています。この動画を見ると絵画展、写真展、また写真の撮影がより楽しくなります。よろしければチャンネルの登録をお願いします。本日は構図による感情表現、主体の配置は意味を持つです。なんかこれだけじゃ意味言ってることは分かんないですよね。そうですね、はい、はい。結構単純な話なので、はい、実際のね名画を見ながらご説明したいと思います、はい、ジャン、フランソワ・ミレー、羊飼いの少女。特徴というのはこの少女の後ろがドカンと開いているというところですよね。うん、そうですね。普通はあの人間の後ろではなくて前を開けろって言いますよね。うん、それに対してあえてこれは後ろを開けていて、この後ろを大きく開けることで過去への感謝だとかしみじみとか、あと哀愁を感じさせるっていう、こういう効果があるんですね。これも他の絵でもどんどんその例をお見せしていきますが、実際これ例えば後ろが開いてないとどうかというのをちょっと見てみましょう。ちょっと変わりますよね。そうですね、哀愁さはそうですねなるとまでは言わないですけど、なんか下向いてる立ってる人っていう感じですよね。そうですね。あの思いがこうしみじみあるとまではいかないっていう感じになってくると思います。それでは他の絵でもちょっと見てみましょう。イエール、ビュビスジャシャワンヌですね、貧しき漁夫。こちらもね、あの主題となるこの真ん中というかちょっと左側にいる漁師さんですかね、この方の後ろがスカンと開いてますよね。開いてますね。なんか見るからになんかしみじみというかしょぼんとしたのがこう感じられる作品ですよね。なんか釣れなかったんですかねそうなんですよね。なんかどうしたのって声かけたくなりますよね。うん、どうしたみたいな。どうしたって。いや、これもね、はい、この後ろと前のバランスで後ろを大きく開けることで、はい、まあなんかこうどうしたん感を出してると。実際これもねカットしてちょっと見てみていただくとどうかというと、はい、あとちょっと変わりますよね。そうですね。あの、まあ、釣ってるなんか湖の中を見ている感じ。なんか魚いないかなぐらいな、うん、そんな感じに少し変わっちゃうじゃないですか。そうですね、釣れなかったのかなとまではいかない。そうです、哀愁感が減りました、ね。はい、減りますよね。やっぱこういう風に変わるんです。特に主題となる人間の配置という前後をどう開けるかっていうのはすごく大きいというのはここでお分かりいただけるかと思います。さらに他の名画も見てみましょう。コルネリス・ファン、ブレーンブルフ、楽園からの追放。これあのどのシーンかって分かります？これあれですよね、アダムとイブがリンゴを食べてで追放されていると。その通りです。旧約聖書に載っているというものなんですけども、はい、楽園で楽しく過ごしていたのに蛇に騙されてイブがリンゴを食べてしまうので地位を身につけてしまうんですね、うん、この二人が。その結果恥ずかしくなってきて裸でいることが、だからちょっと手でこう隠してますよね、はい、で隠しながらその追い出されているので悲しいと、うん、もう何の苦しみも悲しみもない楽園から追い出されてしまうわけですから、そこに大きな悲しみを感じているというところ、これもこの主題となるアダムとイブの後ろを大きく開けることで悲しさというものを感じさせると。実際ね、あのこの後ろがなくなるとどうなるかっていうのを見ていただくとこんな感じになるんですね。まあ、全く違いますね、はい、なんかいじめられて歩いてるぐらいな感じですよねなんかこうそこまでの哀愁感はなくて恥ずかしいみたいな、裸で私恥ずかしいぐらいな感じにちょっと変わってくると思うんですが、こんな形に変わってきます、はい、この技術を使ってみると写真ではどうなるかというところを見てみましょう、うん、こちらアイムさんのこの作品。アイムさんは本当にあのこうお嬢さんをね、はい、いつも撮影されていらっしゃるんですけど、いいですよね、素敵ですよね。優しさっていうんですかね、うん、なんか娘さんへの愛情というのか、なんかもう溢れんばかりの、はい、娘さん単純に可愛いというだけじゃなくて、そのそこにこう何ていうんですか、物悲しさというか、うん、こうちょっとしっとり感をね、はい、持たせることでその作品の深みを出すことに成功されている方だと思うんですが、この方のこの作品もですね、アイムさんのこの作品、やはり後ろにこの花をね入れて、で前をクッと詰める、これによってちょっとしみじみという
本当はね、あの子供なんかが前をスカーンと開けて未来を向いているみたいな形に意味される作品が多いんですが、そこをあえて多分こういう形でされているということかなと思います。これもね、後ろの空間がなくなるとどうなるかっていうと、こういう感じになるんですね。かなり感じ変わりますよね。そうですね、雰囲気違いますね、はい、もうあのこれもいい作品っちゃいい作品なんですけど、はい、でもやっぱりな感じがなくなります、ね、なくなりますよね。上を向いてますし、明日に向けてみたいなちょっと感じに変わってきてる、そこはやっぱりあの後ろが入るというのはどれだけ大事かというのはお分かりいただけるかと思います。そして次の作品です。増田博さん、こちらの作品いいですね。いいですね。もうちょっとうるっときちゃいますね。いやこれももう本当公共カメラ部でご紹介した時も大変な反響があった作品なんですけども、これもすごく大事なのがお父さんのね、はい、後ろがいているという、これは聞いてなんかもう嬉しいんだけど悲しいっていう、寂しいっていうね、うん、この辺のこの思いがスカーッと出てますよ ね、 すね。これをね、多分真ん中に人を置いてしまったりとか、うん、もしくは娘さんの後ろを開けたりするとまた違った意味の、うん、そうですね、多分娘さんの悲しさ、はい、悲しさがいくっていう、そういう作品になるかと思うんですね。実際じゃあちょっとお父さんの後ろをカットしてみたものを見てみましょう。かなり違いますよね。違いますね。これはこれでいい作品だとは思うんですが、はい、シーンとしてはもう素晴らしいシーンなんで、もうこの写真でも素晴らしいと思うんですけれど、やっぱりこう後ろが空いてることがすごく大きく効いてる気がしますね。はい、そして他の作品も見てみましょう。コサフォトさんの作品、いやこれもね、雲をうまく使って、はい、これはいいですね。やっぱ主題となるね、神仏の書をドカーンとこれだけ広い空間でこれ開けるって勇気いると思うんですよね。そうですね。これ見事に後ろをドカンと開けることでこうしみじみ感というんですかね、うん、こう出すということに多分成功されてるかなというふうに思うんですが、これ実際ないとどうなるかっていうとかなり違う作品ですね。はい、これは違いますよね、うん、本当にあの全然こうこれでも悪いとは言わないですけど、さっきのねあのインパクトっていうんですかね、うん、なくなってくるという、はい、あの雲をねあえて後ろに入れるっていうところは、で後ろを広く撮るっていうのは本当にあの勇気のある素晴らしい作品になっております。またねこの作品はですね、この写真は3次元を2次元にしてしまう、なので奥行きが足りなくなるって話はしましたよね、はい、そこをあえてうまく使っている作品なんですね。で実際にこう奥行き感がこの雲がどのくらい人間と離れているかって分かる情報がここにないですよね。そうですね、はい、あの寝室色を別にあのモデルさんに使ってるわけでもないですし、そうなってくるのでこのモデルさんからまるで雲が出てるように見えますよね。羽のように見えますよね、はい、なのでこういう感じでね、羽が生えてると、うん、こうまるでね女性の背中から羽が生えてるように見えるっていうところもうまく使われて、まあ、結果ねこの後ろ、そのために後ろも開けたっていうのはこれはもちろんあるんだと思うんですけども、うん、もうその上で、主体の配置がこうなることのしみじみ感というかを出すことまで成功されているという、これはもうかなり あの名作かというふうに思います。次回は、名画の構図に学ぼうということで日の丸構図、はい、聞いたことありますよね。聞いたことあります、はいはい、この日の丸構図のご紹介をしていきたいと思います。よかったらチャンネル登録と動画の高評価をお願いします。